だからっていうのは別に言い訳にはならないと思うんですよね。二重国籍である自由っていうのは原則としてありませんので、絶対に必要な情報なんですよ。こういう質問もありますね。応援の自粛が呼びかけられる中、蓮舫議員が箱根駅伝の応援を沿道でしていた件についてプライベートと言い訳していました。県外移動や飲食店の営業時間を制限してきた側の政治家がプライベートだからといって自粛しないのは納得できないのですが、政治家の公人と私人の境目はどこにあると思いますか。なかなか難しいご質問ですね。確認しておきたいのは、これは箱根駅伝の時は、少なくとも県外移動が制限とかされている時期ではなかったってことは言えるんですよね。ただ主催者側が応援の自粛を呼びかけたってことですかね。つまりこれはテレビで応援してくださいよという意味なんでしょうかね。応援したいなら、はい、沿道に人がたくさん集まるとそこでどうしても飛沫も飛ぶことになるでしょうし、ということなんでしょうね。確かに箱根駅伝って大変人気があるので、人がすごいですもんね。僕も一回、何年前でしょうかね、 4,5 年前に一回見に行きましたけど、特に応援する選手がいたわけでなく、茅ヶ崎方面だと思うんです。一回行きましたけど、やっぱり熱気もすごかったです。熱気っていうのは応援する側のこうテンションがすごかったですね、皆さん。これについて、一点言えば、主催者が応援自粛を呼びかけてるじゃないかと。そこに政治家が行くってどうなのっていう疑問ですね。それはわからないではないです。お前行くかと言われれば、それは主催者が自粛呼びかけたらちょっと行きづらいですね、はい、自粛の呼びかけってのはそれに違反するとなんかその犯罪になるとかそういった類のものじゃないので、違法とまで言えるかというと違法とまで言えないのかなという感じもするんで、あまりそのこれについて蓮舫議員を私は非難するつもりはあまりないんですよね。ただプライベートだからっていうのは別に言い訳にはならないと思うんですよね。箱根駅伝の応援はプライベートに決まってますよね、それは、はい、だからいろんなこと言って申し訳ないんですけど、室内じゃないので換気は十分ですから、そんなに大きな危険はないんだろうなというふうには思いますと。これはオミクロン株について認識がないと言われるのかもしれないですけど、という気はします。蓮舫さんについては、そもそも台湾国籍だった時、台湾国籍が悪いって言ってるんじゃないですよ。台湾っていうのはもともと50年間にわたって日本の領土だったんですから、そこの出身の方が日本の国会議員になること、現在日本国民であれば何の問題もないんです、はい、そのこと自体はね。ただ国籍をいつどのように変えてどのように日本に帰化されたかということは大変重要な情報ですから、そこはきちんと説明しなきゃいけない。まして二重国籍であったことがあったのであれば、そこはきちんと説明しなきゃいけない。我々国民は国籍離脱の自由はありますが、二重国籍である自由というのは本来原則としてありませんので、はい、そこは重要です。そのこととの、関係で一つ申し上げるとですね、実は台湾は50年間日本の領土でした。そして35年間日本の領土であった朝鮮半島、現在は北朝鮮と韓国という2つの国がありますが、その国の出身の方が日本の国会議員になることも、これもちろん何の問題もないわけです。現在日本の国籍を持っておられればということですね、はい、ですから朝鮮半島出身の方が、あるいはもともとは北朝鮮の国籍で、あるいは韓国の国籍の方が日本に帰化をして日本の国会議員になることはもちろん何の問題もありません。しかしながら、その経歴はきちんと示す必要があります。いつまで北朝鮮国籍でいつ帰化したのか、でいつまで韓国の国籍で、そしていつ帰化したのか、これをきちんと示す制度を今日本の公職選挙法は取っていませんよね。だから我々には候補者の方がどういう経歴で現在日本国籍を有しているのか全く知ることができないんです。でこれについてまるでタブーであるかのように扱われてますね。
マスコミでもそうです。これは絶対にいけません。なんでいけないかというと、国会議員は日本の国のために働く人ですよね。であればその人はどういう経歴で、どういうところに生まれて、どういう経歴で日本を愛して日本の国籍を取ったのか、そのことは我々が選ぶ前提として絶対に必要な情報なんですよ、はい、それについては、例えば朝鮮半島の出身者の人に対しては差別が昔あったんだから、そんなことはタブーにして表に出しちゃいけないんだみたいな発想はとんでもないです。国会議員になろうとする人の話ですからね。国会議員というのは国政を左右するんですから、そういう人にとって、人については堂々といつ、いつまでこうで、いつ帰化しました、あるいは生まれた時から日本国籍出した、これは当たり前のことして出さなきゃいけません。例えば我々がアメリカに移民に行ってですよ、その後アメリカの国籍を取って、そしてアメリカの大統領を目指すのであれば、当然ながらいつまで日本人で、いつまでこうで、そしてこうだということを当然説明しますよね。その当たり前のことが説明しないシステムになっているなんてのは、これはもう異常の異常です。こんなことはいつまでも許してはいけません。例えば A さんっていう人が出身がどこで、帰化した人かどうかっていうことを、これは個人個人にとってはデリケートな情報ですから、それについて例えば会社に入るときに、あるいは学校に入学するときに、その情報を出せというのは不当な差別につながる可能性がありますから、そういうことを求めてはいけない。それは当然です。しかしことは国会議員、県会議員、都知事、県知事、そういった公職について日本の国政をリードする、あるいは地方自治をリードする存在になるような方については、誰が何と言おうと自分はこの国で生きて、こうやって日本のために尽くすんだということを説明できるに、できて当然ですから、堂々とその情報を示せる日本にならなきゃいけませんね、はい、これは私は当たり前のことだと思ってるんですが、皆さんはどうお考えになりますか。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。